京都大学医学部附属病院は1899年に設立。京都の地で120年以上医療に従事しています。京大病院として人々に広く親しまれ、高度な治療を必要とする患者さんが全国から来院されます。京大病院では通常医療のほかに高度急性期医療や高度先進医療を提供しています。またそれらを担うための優れた医療人の育成にも力を注いでいます。新しい治療法や医療機器開発のための臨床研究など、医療の発展にも貢献しています。これらの根底にある信念は For the patient、 すべては患者さんのために。すべてのスタッフが日々この言葉を大切に、安全安心な医療を提供しています。京大病院の外来患者は1日およそ2500人、入院患者は1日およそ900人です。血液検査や生理機能検査など1日2万件以上の検査を実施、扱う検体は1000を超えます。検査部門では患者さんと直接向き合う場面を大切にしながら、機械による効率化・自動化を進めています。検体の輸送や検体ラベルとカルテの照合など、機械ができる部分は積極的に自動化することで、より早く正確な結果を患者さんへお返ししています。検査室ではおよそ150項目もの検査を実施しており、複雑な疾患の診療を支えています。検査は自動分析装置で行い、尿や血液検査はおよそ30分、生化学検査でも60分程度で結果を報告します。一部の検査では検査技師が目視で判定することでその精度を高めています。結果を診療科や患者さんに返すだけでなく、必要に応じて追加の検査を提案することもあります。京大病院は高度な医療を提供する病院として、患者さんから大きな期待をいただいています。検査部門は正確なデータを出して当たり前、それ以上の期待にも応えられるよう、検査のプロとして誇りを持って取り組んでいます。検査などの結果、入院することになった患者さんには患者サポートセンターが支援を行います。医療、福祉、看護相談のどの段階においても切れ目のないサポートを提供します。京大病院には1000以上の病床があり、各フロアにおよそ50人の看護師を配置しています。フロアごとに診療科が異なり、さまざまな病状の患者さんがおられるため、看護師はそれぞれに求められる高度な専門知識を日々勉強しています。入院される患者さん一人一人の気持ちや困りごとに耳を傾けて寄り添うことで、少しでも笑顔になっていただけるよう看護を行っています。医師や看護師だけでなく、管理栄養士や薬剤師などのスペシャリストも患者さんのサポートに力を尽くしています。薬剤師はさまざまな病状の患者さんに合わせて薬の選択や投与量を提案しています。患者さんが安全に薬を服用できるよう、各病棟に薬剤師を配置し、
実際に病室に出向いて服薬指導や副作用の確認を行っています。管理栄養士も栄養面から医療をサポートします。患者さんの症状や状態に合わせた食事の調整のほか、栄養指導や退院後の食事についての提案も行います。食事を楽しみにされる患者さんは多いため、さまざまな要望にお応えできるよう声を聞く機会を大切にしています。患者さんにとって退院はゴールではありません。ご家庭や地域の医療機関など、できる限り元に近い生活へ戻っていただくことを見据えて医療提供を行います。京大病院は国内トップクラス、24もの手術室を持ち、年間1万件以上の手術を行っています。移植医療では肝移植、肺移植ともに日本一の手術実績があります。肺移植では世界初の方法を用いた手術も多く実施しており、その中には京大病院でしか治療できない症例もあります。肺を小さく切って小児に移植する方法や、右肺を裏返して左に移植する方法など、患者さん一人一人にオーダーメイドの手術を行っています。これらの手術を安全かつ円滑に行うため、執刀する外科医はもちろん、麻酔科医や看護師、移植コーディネーターなど多数のメディカルスタッフが協力しています。外科手術のほか、放射線治療も積極的に行っています。国内有数5台の放射線治療装置を持ち、1日100件以上の治療を行います。2020年には新たな装置を導入、治療にかかる時間が従来の半分になるなど、患者さんにより優しい治療が可能となりました。放射線治療は2ヶ月続くこともあります。それを治療室で支えるのが診療放射線技師です。患者さんの状態を毎日確認しながら正確な照射を行うのはもちろん、前後にコミュニケーションを図ることで患者さんと信頼関係を築き、納得して治療を続けられるようにサポートしています。京大病院への救急車搬送は年間6000台以上、救急患者数は1万3000人と国立大学病院の中でもトップクラスです。屋上ヘリポートも整備され、ヘリコプターでの救急搬送も多数受け入れています。循環器病や脳卒中などに対応するための安ギオ室や ICU 病床も多く備えており、高度急性期医療を支えています。また一酸化炭素中毒をはじめとする救急救命時にも使用できる多人数用の大型高圧酸素治療室など、国内でも数少ない設備を保有しています。災害拠点病院である京大病院では、災害派遣医療チーム DMAT を結成。災害時には現地に赴き医療活動を行います。国内でもトップクラスの退院数で、東日本大震災や愛知大地震などへの派遣実績があります。救急医療は目の前の患者さんにどのように手を差し伸べて命を助けるかが大切です。患者さんの社会背景までを考慮して治療方針を考えています。高度医療だけでなく救急医療にも力を入れることで、世界の京大病院と
地域に根ざした共大病院の両立を目指しています。総合周産期母子医療センターでは、産科・新生児部門が一体となってお母さんと赤ちゃんのサポートを行っています。 NICU は京都府で最大数の病床を持ち、1000グラム未満で生まれた赤ちゃんや手術が必要な赤ちゃんを受け入れています。 NICU は病気の治療を受けるだけでなく、赤ちゃんが成長するための場所でもあります。そのため赤ちゃんとご家族が一緒に過ごす時間を多く作り、触れ合いの機会を大切にするなど、ご両親ご家族も含めたケアを行っています。センターのスタッフ一同、 NICU で安心して過ごしていただけるよう、新しい命と新しい家族のスタートに寄り添って支えます。2021年1月には子ども医療センターを開設しました。京大病院は小児がん拠点病院に選定されており、最先端の小児がん治療や骨髄などの移植手術を実施しています。これらの治療に必要な無菌室のほか、感染症対策の陰圧室も整備しました。日常生活を送りながら難治性転換のモニタリングを行う脳波検査室もあります。病棟全体をホスピタルアートの柔らかい雰囲気が包み、辛い治療にあたる子どもたちを励ましています。子ども医療センターでは、入院中の子どもたちに病室内医療と療育環境を提供し、子どもたちとご家族が安心して過ごせるように心を配っています。京大病院は臨床研究中核病院として、質の高い臨床研究や治験を行うことで、新しい医薬品や治療法の開発に貢献しています。医薬品の開発はとても難しく、多くの費用と時間をかけても一握りの薬しか市場に提供されません。そのような状況の解決に寄与するため、医薬品開発の初期段階で行われる早期臨床試験を専任で行う組織を設立しました。キーコネクトでは早期臨床試験専用病棟を持ち、専任のメディカルスタッフによる全面的サポートのもと、iPS 細胞などを用いた治験を行っています。患者さんが安心して治験に参加いただけるよう、落ち着いた空間づくりを心がけています。これらの治験薬の開発に使用される生体資料も、院内で保管・管理を行っています。患者さんから血液や組織の一部などの生体資料を提供いただくクリニカルバイオリソースセンター。ここでは医師や専任コーディネーターが採取方法や臨床研究への使われ方、個人情報の保護などをきちんと説明することで、患者さんの安心につなげています。採取した生体資料は京大病院が独自に開発した全自動装置を用い、35万本もの検体を高品質に管理しています。今の患者さんから学び、将来の患者さんに還元する、このポリシーのもと、国内最高品質のバイオバンクであることを自負しています。このほかに iPS 細胞を用いて世界初となる治験を行うなど、常に世界に目を向けて新しいチャレンジをしています。産官学連携の取り組みでは、プロジェクションマッピングを用いてガイド情報を直接臓器に投影するシステムを確立、ものづくり日本大賞を受賞しました。
京大病院では次世代を担う医療人の育成にも力を入れています。各分野で最先端の治療を熟知した指導医が国内だけでなく世界を見据えた指導を行っています。シミュレーターの保有数も多く、研修医が自由に練習できる環境が整っています。納得がいくまで何度でも練習を行うことで手技の上達につながっています。研修医は医学部卒業後の2年間で医師として初めて患者さんに接する機会を持ちます。技術が上達して終わりではなく、実際に患者さんに対応するところまでを見据えて指導を行っています。研修医であっても一医療者です。患者さんに安心して治療を受けていただけるよう日々の勉強を続けています。質の高い指導と充実した研修環境を提供することで、日本の医療を背負う次世代の医師へとバトンをつなぎます。For the patient、 すべては患者さんのために。すべてのスタッフがこの思いを持つことで、一つのチームとして患者さんを支えています。専門家としての責任を持ち、患者さん一人一人に真剣に向き合います。京大病院は最先端の医療を担う病院の一つとして、これからも患者さんに安全安心の医療を提供していきます。